でですね、パリにいます。フランスのパリですね。でフランスのパリのパリガルニエですね。パリガルニエオペラハウスです。パリのオペラハウス、まあ、正面に見てる感じなんですね。でここでオペラをね、観戦することができるんですけど、場所はオペラ地区、オペラのオペラ地区ですね。地下鉄メトロで、オペラ駅っていうのはオペラ駅で、その近くに降りてすぐですね。でここでオペラを観賞できます。パリガルニエ。この辺りお店も多いです。ちょっと先に行けばね、デパート、ね、高級デパートが結構あったりします。あ、ソランセルありますね。であとブランドショップなんかもね、この辺りありまして、レストランも多いです。で日本食食べたい人もこのオペラ地区にですね、多く、日本食レストランがありますので、日本食食べたい人はこのオペラ地区に来て、日本食のところ、こちら川の方に住むとオペラ地区でも川の方なんですけどね、メトロでオペラで降りて、そこからちょっと川の方に住むとね、日本語の看板が見えてくるんで、そこら辺が、日本食レストランです。でこれがパリガルニエ。ここですね、金の色のね、目のところすごい神々しく光ってますね。曇ってる時はあれなんですけど、晴れてるとすごい